作官学院修習期限定講座パッケージの授業講師の作官です。今回紹介するのは2001年にアルゼがネオジオポケットカラー専用タイトルとして発売したパチスロアルゼ王国ポケット DH2 です。これがまたね、困ったタイトルでね、こうかで、こうで、で、まあそこですね。で、裏面で、まあ表面から見ていくと、まあネオジオポケット専用ソフトカセットの表記とカラー専用ソフトの表記で、ここが赤なのはいつもの通りなんだけど、全体的に赤いから目立つない。で、ネオポケのマークがあって、アルゼのロゴがあって、パチスロアルゼ王国ポケットで、これデカヘルって書いてあるんですよ、どう見てもね。だけど、まあここにね、DH2 って書いてあるからしょうがねえじゃんって感じでね、 DH2 って読むんだけど、ここにもね、一応 DH デカヘル2って書いてあるから、で、括弧 DH2 って書いてあるから DH2 って読むんだけど、じゃあこのデカヘルなんて読むんだよっていうのがね、あのパチスロやらない僕からするとね、大きな悩みなんですよ。で、ここにフォースリールスって書いてあるんだよね。まあ、あとここに DH2 特製、あのリール配列シール付きって書いてあって、まあまあ、基本的には DH2 だよってことですね。はい。で、ここにね、なんか外人さん、怖い外人さんがホームラン予告みたいにしてるんだけど、ここでしゃべってる言葉が、Hey, this guy, Hey, this guy has something special to watch って書いてあって、まあ、訳してください。で、ここに窓があって、ここからソフトが見れるようになってます。で、あんた何だろうな、これバッター関係あるのかな、これピカーって光ってる先になんかビルっぽいものがあったりとか、桜かなのかなんかなのかな、球場をイメージしてるのかなと勝手にこれ妄想です。で、裏面、フォースリール機第3弾野球系パチスロー、野球の手に汗握る臨場感や打球かっこボーナスの行方を左右する4リールアクション、4リールアクション、どっちか分かんないけど、で、審判や実況の声による画期的告知演出、アウトをセーフに一喜一憂、さあ打って打ってカットバスへ特大ホームランってことで、まあ、画面写真5点あってね、フリープレイモード、手帳モード、リプレイ外しトレーニングモード、 CT トレーニングモードの、まあ、4種類のモードがあるよっていう説明で、君のネオポケが DH2 仕様に大変身ってことで、 DH2 特製リール配列シール、リール配列があるからネオシ攻略に役立つぞってことで、まあ、シール貼ったらこんな風になるよっていうのがあって、まあ、相変わらずなんですけど、まあこれに関して言うと、この人怖いねってことを覚えておきましょう。以上、作家でした。